あの時のレコーディングを思い出しながら歌わせていただきます。デビュー曲、袴を履いた渡り鳥。Thank you.
に笑いの日を送る人生のなるまは七転び焼き浮きをもせばちなれど花の情けで何よりでござんした。10年前は一方ならねえお世話になって、あの時約束したように大手を振って姉さんの前に出られた義理じゃござんせんが、一目だけでも無事な姿を見た上で俺の言葉を言ってと恥を忍んで尋ねてめりやした。姉さん思い出しておくんなすったか。10年前の砦の宿の阿鼻子屋で串かんざしに巾着ぐるみ恵んでもらった姉さんに見ていただくこれが駒形茂平のしがねえ姿のしがねえ姿の土俵入りでござんす。化粧三度が朝西に東に渡り通り誰に見せようか駒形茂平の一本刀恥を忍んで尋ねてめりやした。姉さん思い出しておくんなすったか。10年前の砦の宿の阿鼻子屋で串かんざしに巾着ぐるみ恵んでもらった姉さんに見ていただくこれが駒形茂平のしがねえ姿のしがねえ姿の土俵入りでござんす。化粧回しは夢の夢、今は幸せ三度が朝西に東
せぬか名前はなんと今ひとたび大手別れが告げたいものと稽古地盤に身を固めて断固プラの袴桃たち高く取り上げし白身畳んで後ろ鉢巻き目のつるごとく投げしにかかるは先祖伝来俵壇上を鍛えたる苦尺の手やりを右の手に霧戸を開けて一足表に踏み出せば天は雄盤地は外外たるし蹴立てて行く手は松坂町平野南屋敷に来てみれば今うち入りはまさに十分そうだ気立ちを舞いと想像言われた時に応援しは時もわっこり熱くお礼を申しますそれどもここはこのままに槍を染めてお引き上げくださるならばありがたし
気を蹴立てて咲く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 先生おおそばやったいや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 襟に書かれた名前こそまことは水道の十平寺殿わしが教えたあの極意命を惜しむ七をこそ惜しめ立派な働き祈りますぞよさらばさらば富左アコラシに邪魔するやつは何人たりとも出すぞ橋のたもとで石でひっついて槍の銀
島津綾の原点です。袴を履いた渡り鳥から聞いてください。
記憶初めて女に生まれた幸せを感じさせてもらいました。龍馬様、あなたを好きになる女はみんな私の仇です。誰も好きにならないで。お龍はあなたの血の一滴となって知りたいのです。鴨の河原死ななくてはならないのですか。春の嵐に散り急ぐ花のように命を惜しまずあなたも散ってゆくのですか。龍馬様、龍馬様、龍馬、命の石の女、嵐山。
心をハッとさせる瞬間があるものです。それはまさに恋のある瞬間にも似ています。島津亜矢さん、女の舞。身を焦がす。
君の鈴み泣いて切ない愛を舞う。16歳の島津亜矢さんが歌ったこの歌をやる気満々のおじさんたちが、ああそうかそうかとしみじみ聞いたと言います。出世坂です。やると決めたら夫
女でいとうございます。
ちとぼとぼと俺は魂のギター弾き、お弾けなすってて、めぎた一つの分かり通りに保存す、遠い七坂手を振って、花の都へ来てから五年、とんと浮き手の出ぬ俺さ。横丁こんばんは、俺は流しのギター弾き、お弾けなすっててめえ宿なし雀酒場の片隅でそっと笑った空にの人もなぜか気になる泣きもくろ。時代を超え今も日本人の心を熱くする忠臣蔵、戦後歌謡浪曲で活躍した真山一郎さんのヒット曲人情松の廊下を島津亜矢さんの名調子でお聴きください。
三代五十年朝の